チョップさんどうも篠原です。世界のぶどう畑から第7弾、ニュージーランドワインを6種。今日の輸入元さんは富山県にあるビレッジセラーズの営業マン、ヤギーさんです。よろしくお願いします。こんばんは。今ご紹介いただきました富山県の氷見市というところに本社があります。寒ブリの寒ブリで有名な氷見ですね。今日はですね、名古屋市の中区栄住吉通りにある焼き鳥千亀さんで、特別に無理を言ってカウンターでですね、撮影をさせていただいております。今日はもう全てニュージーランドのワインで、北の島、南島、いろいろバラエティーに飛んだ6種類6種類、はい、でブドウの品種も全て違う品種、生産者違う、生産者も違う、産地も違う。面白いですね、はいはい、ニュージーランド幅広く知っていただくということ で、はいでね、はい、じゃあやってみましょう。ソーヴィニョンブラン、はい、パリサーエステートという品種ですね。この産地はですね、マーティンボローといいまして、北島にありますね、はい、北島 の南の方、ウェリントンというニュージーランドの首都ですね。そうですね、はいはい、そこはアギーさん知らないかもしれないですけど、ニュージーランドに住んでましたからね。だいぶ知ってますよ、その頃。だいぶ知ってますね。だけどここの生産者は知らないですね、はい、早速ワインともう焼き鳥が来てますからね。来てますね、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。ソーヴィニヨンブランっぽい。うまいっすね。草原を駆け抜けるような。うまいじゃないですか。トロピカルフルーツ少しあり。そうですね。でもゆっくりなんか酸味が広がってきて、すごい落ち着きのある穏やかなワイン。ネギマのタレにはこのリースリング。はい、このリースリングはどんなリースリングですか？メインディバイドと言いまして、ペガサスベイという。ペガサスベイという有名なところじゃないですか。すごい有名なところ。定約農家のブドウを使ってまして、ちょっとラベルを変えてます。はいはい、メインディバイドっていうのはニュージーランドの中央山脈。ああ、はいはい。この山のイメージ。なるほど、なるほど。ペガサスベイのカジュアルバージョン。まあ、セカンドワインと言ってもいいかもしれませんが。ペガサスベイのカジュアルバージョンっていうか、ペガサスベイがあるところってことは、そのカンタベリーでしょ？そうです。だからクライストチャーチの近く。クライストチャーチの上ぐらいですね。ちょっと上ぐらい。カイコーラっていうクジラが見えるホエールウォッチングっていう街があるんですけど、そこに行ってクジラを見て感動したっていう思い出が、いいですよね。むちゃむちゃ波が高くて、はい、ちょっとね、このワインね、いい感じの甘さがありますね。色もなんかちょっと濃いですね。濃いですね。買いづらい。濃いですね。はい、なんかちょっと美白っぽしますね。あとニュージーランドのリースリングって、リースリングってラベルに書いてあると、やや甘というのか、オフドライというか、そういう作りが多いですね。本当だ、ちょっと甘い。美味しい、ね、うん、すごい口当たり優しい感じ、うん、柔らかい。でもそんなに残んないですね、残糖は。残んないですよね、うん、甘いと思ったら実はそうでもない、酸味がすごい多いんですよ、ね、うん、はいはい。なんかちょっとすごいミルキーな香りがしますけど、まあ、食べ物はまだのようですが、はい、イノグリ、ノイドルフっていう、あ、これノイドルフで作ってる、ネルソンっていう産地ですね。ネルソン、サニーネルソンですね。あ、かき串来ました。かき、じゃあかきとイノグリ、いいですね。あ、もういただきます。大きいですね、これ。うまい。なんかこのすごいボリューム感ぴったりじゃないですか、ね、さっきのちょっとミルキーな感じが、香りもありますね。 あったんで、ありますね。作りでね、軽くね、樽熟成。なるほどなるほど、うまいね、これ。うまい。萩取締役のおすすめのゲベルストラミネール。ゲベルストラミネール、これね、ニュージーランドでゲベルストラミネール作ってる生産者って、多分正確な数は知らないですけど、まず生産量、ソーヴィニョンブランが6割か7割ニュージーランド。7割ぐらいですね。赤だとまあピノノワール、この後出てきますけど、はいはい、ピノノワールが多いんですが、それでも確かに 20% もないんですよ。ピノノワールはね、確かにゲベルツね、 1% もないぐらい。 1%で、僕ニュージーにいた時に、ニュージーのゲベルツってもうすごい、もう可能性をすごい感じてたんですよ。この品種ではまあライチの香りがするっていうのが、やっぱり圧倒的なね、まあ個性ですよね。そうそう、予想以上に辛口じゃないですか。ドライなですよね。ドライですよね。次のワインはですね、ニュージーランドピノノワールといえばアタランギ。アタランギトップ生産者じゃない
そう、神の雫にも出てきちゃいましたね。あ、まだちょっと映像を挟んでおきますけど、神の雫にも出てる。出てきた。カタランギといえばニュージーランドの素晴らしいピノの生産者ありますけども、うん、トップの人です。どうですか、お味は。いや、美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。またこれね、マオリ語でね、新しい出発とか夜明けとか、なんかそういうニュアンスをね、新たな門出をお祝いしてみたいな意味合いに使うのも素晴らしいと思います。うまい、本当うまい。うん、あー、いいな。このスパイス感すごいな。すごいですね、ワインも本当に果物の赤い果実っぽさと、うん、やっぱりいろんな意味のこうスパイシーさが入って、すごいつくねにマッチしてる、ね、いいっす。めちゃめちゃ美味しい。実はそのエイベルクローンとか DRC クローン、来ましたこのアタランギ、これが DRC のクローン、安い高いじゃなくてすごい価値のあるものですよね。これはもうどんどんもう本当に大盛りですね。大盛り、これいいっすね。なんか、うん、本日のはい、最後のワイン、6番目のワイン、シラートリニティヒルという作り手のシラーですね。ちなみにニュージーランドもシラーと呼んでます。大体の生産者が。オーストラリアはシラーズだけど、そうですね、トリニティヒル、トリってなんだろう、サンっていう意味があるんですよ。トリスとかトレとか、トレとか、うん、で実はもともと3人の人がこの蔵元のオーナーさんだったんですね。ちなみにこのトリニティヒルはシラーを作らせたら多分ニュージーランド1には上がる蔵元さん。じゃあニュージーランドでこのシラーっていうのはちょっとあんまりイメージなかったですね。イメージないですよね。まあとにかくニュージーランドの中でやっぱりシラーに向いている産地の一つでもあるんですね。これはでもすごい新鮮な、フォークスベイ、僕の思い入れのあるフォークスベイ、思い入れある、しかも最後のワイン、まさかのフォークスベイ、これシラー 100% あるんですよね。そうですよね。あ、なるほど。やっぱ思ったよりやっぱ優しいですね。優しいですよね。しっかりしている部分もありつつ、実はすごく優しい飲み口でもあったりするんですよね。めちゃめちゃ優しいわ。なんかスイスイ入っちゃいますね。そう、安すぎるんだよな、このセット価格は。いやー、ほんとでも買い得な価値のあるセットですよね。ですね。まあ私が言うのもなんですが。そうですねすいません。でも某航空会社のファーストクラスに採用された実績があったり。そうですね。某漫画の漫画のね、ストーリーはありますね。ストーリーをどう思うかっていうこの視聴者が、そうです、それが大事なんですよ、大事です。結局僕らありがちなんですけど、自己満足なんですよ。まあ自己満足、こんなにいいとこ出してて安く売ってるよねって言っても買う方たちがあんまりピンとこなかったら、まあ、あ、そうですね。だからまあやっとそういう方たちがちょこちょこ買い始めてくれてるこの橋のワインチャンネルなんですけど、今回一番値段で言うと、ね、値段ね、今から言うんですけど、まあ僕らも酔った顔になってますね。そうですね、飲みましたね、本当に。ありがとうございます。結構短時間で飲んでますよね。これなんか一番これはだってね、ほとんどなくなってますよ、これ。一応価格の話が、はい、どれぐらいお値打ちなんだっていうのがやっぱり大事なんで、大事です。最初の一番目飲んだソーヴィニヨン・ブラン、ソーヴィニヨン・ブラン輸入元さんの萩さんのところの価格でいうと3300円だけど、下の方2700円、で2番目も3300円だけど2700円、はい、3番目は3080円が2500円、4番目は2750円が2300円、2300円、5番目のピノノワール、これが4620円が3800円、ありがとうございます。3800円、で最後のシラー、それが3300円が2700円ということで、今回はこの萩取締役がですね、はい、まあ、物を言えば安くなる話なんですけど、はい、本来の価格は2350円。2350
萩取締役のつけた値段が2,300円なんですけど、なんと、普通ですよ、普通にスタンド4の価格で言うと16,700円。1万6000円。ありがとうございます、先生。だけど今日はこのよくわかんないですよね、これ、ね、これを安くする必要性は全くない。いやどうなんですかね、ないですよね、だってまあまあ、だって萩取締役もだって何もしてないですよね、ただ飲んでるだけだから、ね、申し訳ないです。だけど、ね、言ってもその本来スタンドの16,700円が15,000円、いいっす。結局それは1割引くわけだから、だから2割引いて1割引くって3割引きですよ、はっきり言って。いや、じゃあそうなると何やってんのっていう話になるけど、で一応ちょっと確認で、確認、いいですか。あ、ひろさん、すごーい、買います、美味しいから、はい、と、はい、いうことで、じゃあ一応これで、はい、楽しい会話終了ということで、さかめさんがまあ6セット買ってくれて、はい、皆さんにニュージーランドワインを、まあ、やっぱりニュージーですね、時代はニュージー、焼き鳥とニュージー、焼き鳥とニュージーいいですよ、来ます、ね、来ます、ね、来ます、ね、これは置いてていい、もちろんもちろんもちろんです、いいです か, もういいですか、ゆっくりゆっくり、あの皆さんで、皆さんで飲んで、本当にスタッフの皆さんで6セットは買ってもらってるから、あのこれ1セット入ってないですね、入ってないこれはもうね、入ってないです、入ってないです、入ってませんよ、これはもう入れてもいいんで、入れてもいい、感謝の気持ちです、感謝の気持ちです、ということで、これもう斜めになってるけど、斜めになってますね、こんな感じですか、いいっすね、これこれこれいいっすね、はい、じゃあもうニュージーランドと焼き鳥っていうのが、むちゃむちゃ美味しかった、良かったですよ、おかげさまで、ありがとうございます、天影さんには6セット買っていただいたので、皆さん、ぜひ来てください、はい、ということで、ありがとうございました、ありがとうございました。